さあ、今回も、ゲストには中原さん、岸さん、そして春家君来てもらってます。お願いします。さあ、今回はですね、レブロンとレイカーズについて話していきたいと思いますが、岸さんと春家君は、はい、今年のレイカーズ、レブロンはどんな感じで見てますか？なんやかんやプレーオフは残るはずだと、去年もね、もうあかんのちゃうかから八村君入って急に、はい、残ってしっかり頑張りましたけど、僕ただそのキーマンはもちろんリーブスもそうなんですが、やっぱポイントガードだと思うんですよ。そのチームを誰が引っ張るか、どういう勝ち方をさせていくか、82試合のうちのもちろん負け試合もあるだろうし、調整しなきゃいけない、メンバーが変えなきゃいけないっていう試合が絶対あるが、でもポイントガードとか中心になる選手がやっぱり軸がしっかりしてないと、本当に強いチームには、中田さんおっしゃったようにならないと。なるほど。でその中にルイ君がどう絡んでくるかというのが一番のポイントだから、言ったらヘッドコーチも大事だし、フロントのやり方も大事だし、僕らの希望はやっぱりファイナルぐらいまでは残ってほしいですよね。カンファレンスファイナルぐらいまでは残ってほしい、行ってほしいな今年は。ほんまにね、レブロンのもう衰えのなさ、なんかもうますます自由に遊んでる感じすごいもんね。パスのさばき方にしても、なんかより自信に満ち溢れてるし、39,000得点到達しましたし、そんなレブロンのハイライトから見ていきましょう。ありがとうございます。おい、当たってるんですけどね、ディフェンスバンプ、ダンプか、あ、ブロックさんか分かっててやってますね、あれね、ブロックスだってね。早い、怪物ですね、マジで衰え知らずやな。40前39ぐらいですよね。はい、はいはい、シュートレンジも今みたいにね、広がってきてますもんね、確実に。そうですね。間に合う、これ。いや、すごい。がっつい。これを見る限りまだ健在って思いますね。いやー、すごい。これは僕思うのは、やっぱりそのベテランになればなるほどディフェンスってやっぱ上手くなるんですよね。その経験が全てなので。でレブロンってもともとチェイスダウンブロックがうまかったけど、対人がなおのこと強くなってて、で速いガードからセンターまで全部守れるスキルと知識、いやこれは素晴らしいです。シンプルやけど、都市伝説ね、はいはいはい。まだ100はいってないか、これや。靴脱げてね、追いかけてきて、ほんまに草バスケでもこんな、なかなかないですよ。レブロンが 100% 飛んだことないっていうね、都市伝説ができるぐらい能力がいかついっていうのはあるんですけど、それでもやっぱこの衰えなさとか、あとほんまに、運動能力が少しだけ落ちてる中で、他の部分のパスセンス、そのディフェンス、フロアバランス、ディープスリーのそのシュートレンジとかの他の伸び方が下がってんのと上がってんのでもう釣り合いが取れてなくて、初期で設定したバロメーターがもう全部超えてもうてるみたいな、そもそもの090だけでやったけど080いれなもう無理やでみたいな、電話で例えば携帯の、そういう伸び方してるんですよねレブロンって。レイカーズのハイライトもありますので、はい、そちらも見ていきたいと思います、はい、レイカーズです。おはようございます。おはようございます。おいー AD ね、すごいリーブスがね、ボールプッシュ結構多いんですよね。イエーイ。かっこいい。アイスインマイベンチ流行ってますね。リーブスかっこいいねんな。ああ、うまい。ああ、ノールックだ。うわ。はい。うん。うんうん。ああ、なるほど。なるほど。パスの人ですね。うまい。なくなったよ、ディフェンスが。確かに。いや。そっち。いいですね。あ、ちょっと。はい、うおー、取る。よく取れるな。これなんですよ。アフロの時のが調子いいという。かっこいいね。よいしょ。AD が健康だったら全然違うチームなんですか。八村君、AD 八村ホットライン。おお、うまい。いや、ちょっとうわ、すごいな。ちょっと2回かエロDロー、エロいですね。エロいです。Dロー色気ある。色気ありますね。いやー、素晴らしい。はい、今シーズンレイカーズ本当にスター揃い、ショータイムね、戻ってきてますね。見ててワクワクするラインナップの中に八村選手がいるという、はい、さあそれでは皆さん、じゃあレイカーズでもいいですしレブロンでもいいので未来予想を、はい、はい、お願いしてもいいでしょうか。はい、はい、じゃあ岸さんからいきましょう。じゃあお願いします。レブロンの来シーズンのちょっと予想。来シーズン、おー、ひげがこうなっている。今でもちょこちょこありますけどね。マックスの時より今少ないですからね。もうちょっと足していきますか。もうちょっとさらにこうなっている。ひげが増えていく。じゃあ春家君いきましょう。はい。10年後ぐらいですかね。その金稼ぎすぎて頭おかしくなって、チームメイト全員に湖付き一戸建てをあげる。レイク付き、レイカーズ、やな。レイク付き一軒建てをチームメイトにプレゼントすると。それぐらいできる財力はあるやん。財力は学校建ててますからね。僕も一応予想しました。はい。レブロンが B リーグでプレー。いやー、いくら払う。いや、これはね、なんでこんなことが起きるか、ちゃんと裏付けがあるんですよ。やっぱり今八村君と仲良くなってることで、もともと日本って世界的にいいイメージがありますけど、日本やったらプレーしてもいいかなっていうのを八村君と結託してくると。はい、悪く言わないでください。結託って別に悪く言ってないですよね。もう悪の組織みたいな。癒着で、癒着というか、まあ、はい、そういう忖度で、忖度と言いますか、いいねと、そんな日本っていいんだ、最後ちょっとやってもいいかもねとかっていうので1年2年ぐらい日本でプレーしてくれたら嬉しいなと。嬉しいですけど、今来てる外国籍選手はほとんどそうですよね。日本でプレーしてみたいで来てるから、そうそうそう、バスケがしたいというよりも日本で暮らしてみたいとか、日本に興味があってって選手でいっぱいいると思うんで、レブロンもうあんだけお金あったら、お金はいいよって言って、確かに、はい、ジーコみたいな、ジーコみたいにもういいよいいよって言って日本のバスケの文化を上げようよみたいなことがあればいいなという、はい、夢でございます。面白い。はい、というわけでございまして、今回レブロンレイカーズについてお話しさせていただきました。はい、ありがとうございました。みんなで応援しましょう。バスケ見ようぜ。皆様、もしよろしければチャンネル登録高評価よろしくお願いします。また見てねー。